皆さんどうも応援ありがとうございました。おめでとうございます。結構やってたね。今年の1月からスタートして、もう10月だから、まあ、10ヶ月ぐらい、まあ、途中スマブラで3ヶ月ぐらいやってなかったけど、大体半年ぐらいかな。いけるもんなん？いや、いけるでしょ。普通の人はニートみたいにやり込めば後半ニートみたいにやり込んでたから延々に朝から晩まで最後の方は動きが良くなってたな。神がかってるよな。運もあった。おー、周りの2人な、味方が強いのももちろんあった、いやー、ようやくだから次回のシーズンからもうキラキラした軌道で、おー、あいつはダイヤ軌道だ、やべ、近寄っちゃダメだあ、そういうのもできるのか。できる。はい、キラキラさせていくわ。いいねいいね。じゃあ最初初動にあんまりかぶりにくくなる、もうみんな来ない、ダイヤだ、やべ、強えでも戦ってみたら、あ、そうでもねえな、あ、もう死ぬのみたいな光ってるだけかって、そのまま焦点かってな結構多分残念な感じのダイヤにはなったけど、まあ、でもダイヤ確定した時チャンピオンで終わったじゃん。終わったね。すごかったな。ラッキーだったね。かっこよかったよ。本当？うん。見てくれてた。見た見た見た。最後もう円ちっちゃくなって隠れて、うおーうおーおいいから出てけよと思いながら死ぬんだってその辺も出てったら一人で無双できるのは限られたプレイヤーだけで、僕みたいなの隠れてこそこそやるしかないわけよ。でもまあそれもかっこよかったな。よくやりましたと。次何やろうかなと思ってんだよね。長岡も何、同じゲーム極めてもいいんだぜ僕と今更いや、なんか新しいゲームとか今更でもエーペックスだって今年から始めてここまでできたんだから。そうな。でも中岡どうだ。俺がやるとしたらなんだ、オーバーウォッチ2かな、今出たといえば。え、やりたい。俺オーバーウォッチ1はやってたから。あ、ほんと。あ、じゃあ結構うまいの。うまいかどうかはもう最初ちょっとしかやってないから。オーバーウォッチ2行ってみるか。あれゲームスピード速いって聞くよ。速いのかな。めっちゃ速いらしいよ。うーん、ね、速いよなみんな。オーバーウォッチ2ってキャラにもよるわな。え、キャラ。そう、キャラによって個性が全然違うから。ゲームスピード全体が速いんじゃなくて、まあ、普通の FPS ほんとだと思う。だって APEX やった後 PUBG やったらのろくてのろくてさ、すぐもっさりしててさその辺と比べれば速いよ。オーバーウォッチも速かった気が、あとなんか APEX 以上に撃たれても撃たれても回復できるイメージが、そう、ヒーラーがいるから。あー、そっか、味方に。で HP も多分耐久力あって、高い250とかちょっと撃たれただけではってことでしょ。そう、ずいぶんじゃ長丁場の戦いが楽しめる。そうね、死んでも必ずすぐ生き返れるし。君はそういう FPS 機やるんだ。オーバーウォッチ、オーバーウォッチだけだな、やってたのは。何の武器使うの？接近戦用。俺キャラによるんだよ。武器とかなくて。何、どういうキャラ使ってたの？サポート系のメイっていう、相手を凍らせることができる、あと壁の氷の壁とか出せるキャラがいて、そいつがメインで使って。魔法使い系なんだ。まあそんなイメージかな。あとはヒーラーとか。あとヒーラーも少しやって、あともうガン盾タンクのラインハルトっていつもそこら辺やるよね。盾とハンマーが武器なんだよ。うよーとか言いながらまた盾バッシュしに行ってんだ。そう、もうひたすら、まあ敵の防御 FPS でしょ。盾で何バッシュしに行くの。味方の守る味方をタンクだから。そうで、たまに突進して相手倒したりとかしてファンタジーアスやってること同じじゃん。一緒一緒。ああ図体のでかくなった雪の子ちゃんだから。またやろうぜ雪の子か、あとはプリーストをヒールかける。まあ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 、中岡くんのプリーストはもう腹立つぐらい可愛かったから。中岡くんのプリーストはなんか常にスリットから生足を見せようと断るごとに座って、しかもこっちの画面から座った時のプリーストのお尻側が見えるようにうまく角度を調整して座るっていう、よくわかんない。立っててもキャラをこう回転させて横の足のスリットを見えるようにするっていう。コマンドで半回転ずつ回るから、何回かやってれば相手のいいところに。ネカマのプロお前はネカマのプロだよ。完璧完璧で、話すときは常に相手の方向を向く重要。あの顔だけとかで、ね、そうそうそう体横の顔だけこうこっち向いてるみたいな。マジきめえわ